はい、いらっしゃいませ。まかまかチャンネル、岩月大地です。今日はですね、南知多町の日間賀島にやってきました。いや、気持ちいいですね、島。今ちょうどフェリーで渡ってきたんですけど、景色も良くて、ご近所リゾートって感じですね。で、今日なんで僕がここの日間賀島に来てるかというと、JAF さん主催の釣り大会、堤防釣り大会がここ西港で行われるんで、それの特別審査員、ゲストとして呼んでいただきました。子供たちたくさん来てるんで、みんな日間賀島も釣りも大好きになってもらえるようサポートしていきたいと思います。今ですね、僕がいるのがちょうどここですね、西港にいます。これ新しい暇ポートでしたっけ、暇かポート、暇かポート、暇ポって書いてある、暇ポ、暇ポ観光案内システムが、あ、観光案内、ごめんなさい、観光案内所が、はい、新しくできまして、めちゃめちゃ綺麗な建物で、中で休憩できるスペースとか、やっぱ高速船フェリーがあるんですけど、待つ間の時間、今まではちょっと待つところが少なかったんですけど、こう中ね、しっかり待合室もあって、トイレもあって、綺麗な施設なんで、ぜひ日間賀島に来た時はお立ち寄りください。こんにちは。あ、どうも、はじめまして。はじめまして、はい、私たち南知多町観光大使のサウスマオメリーです。ビーチオン、ミッションやるんですね。そうなんです、釣りということで、ね、あ、僕もじゃあこれから YouTube 使わせてもらいます。ミッションオンですね。それではただいまよりジャスフェスティバルチューブ in 日間賀島を開催いたします。南知多町観光釣り大使のタレント岩月大地様です。秋はですね、いろんな釣り物、メバルだったりクロダイだったりスズキだったりっていうのが日間賀島でですね、大物も狙える時期なんで、なんとか皆さんに大きなお魚が釣れるように願ってますんで、日間賀島の釣り楽しんでいってください。はい、ヤッホー、 OK、 どうですか。 あそこで親父が釣りました。あ、釣れました、はい、見して見して、釣れ、ベラ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 釣れた。ベラちゃん、かわいいね。ベラ綺麗なんだよ。ベラは模様がとっても、いや楽しそうですね。子供さんいいですね。お、子も釣れてますね。お、大きいベラ、すごい。カレイも釣れてるじゃないですか。タイって言ったもんな。タイ、うんね、古代、ヒラメ、ヒラメ、カレー、たぶんヒラメかカレー。うわ、おぉ、すごい。この前の私が釣れたけど、ベラを、いや、それ多分食いついてます。お、ちょうど釣れてる。釣れましたね。ごめん、取れん。あ、取ります取ります。前で持ってきたのに。あ、そうなんですか。フグです。フグは噛みつくんで、がっぽり飲み込んだ後。これはなかなか、そうでしょ、全然取ったれんが難儀ですね。口閉じちゃうしな。よいしょ。お兄ちゃん、ここの糸だけ引っ張ってってもらっていい？こうやって、うん、そこ、そう、オッケー。だいぶ出てきました。ほら、これで取れる。重い？うん、大丈夫。ほら、取れた。 ありがとう。生きてる？生きてないと思うよ、もう。似合うね、ライフジャケット。これフィッシングユーさんが、はい、今回提供していただいて、ほんで大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。釣れた？まだ釣れてない？頑張ってね。おお、結構皆さん釣れてましたね。表彰の結果楽しみですね。僕も特別賞選ばなきゃいけないんで、ちょっと今からどんな魚が釣れてるかすごいワクワクしてます。まかまかグループ海鮮まかまかを中心にお世話になってる日間賀島の鮮魚スズエイさん、ちょっと見ていきたいと思います。ハイラガイと大アサリが、この大アサリも海鮮まかまかで召し上がっていただきます。お邪魔します。カニから、ハイから、ヒラメに、コチに、タコですね。これがタコが生きてます。このタコちゃんは海鮮マカマカに送られてくる。そうですね、はい。この新鮮なタコがですね、海鮮マカマカ名古屋の住吉まで行くまでに、まずここで締めるっていう工程があるんですね。立派立派、生きてます。よいしょ。
ではでは締めるところに、このままの方が締めやすいは締めやすいですけどね。出しますか。じゃあ出しましょうか。大きいので出すと、そうですよね、かなり暴れますよね。よいしょ、はい、ありがとうございます。おっきい、これ1キロ以上あります。 1.4、 おっきい。この目と目の間、ここに急所があるんで、ここを口から入れてつきます。出すとやっぱ大変ですね、これは。激しいな。よいしょ、あ、いった。変わりました、色は。あ、すごい吸盤で、この大きさはなかなか。あ、半分閉まりましたね。あ、OK です、閉まりました。あ、バッチリです。はい、はい、これ色が変わりました。はい、これで閉まりました。海鮮マカマカで皆さんに美味しくいただいて、今タコしゃぶ大人気で、毎日もう予約で、いつもお世話になってる憩いさんですね。ひまかじまでレンタルサイクルと足釣り竿といえばここですね。今ちょっと建物の建て替えで一本裏手のところに、はい、移動してますけど、ひまかじま自転車で回ると本当に20分ぐらいで回れるんで、もうこの自転車本当に僕も今日朝実はちょっと借りました。で、釣り竿をですね、セットで、餌とセットで1日1000円の税別なんで1100円ですね。釣り竿のレンタルもできて、あの手ぶらでひまかじま来てちょっと釣りしようかなっていう時もこういうのがあるとね、非常に便利で、初めての人でも扱いやすい、あのリールのついてない延べ竿っていうタイプの竿なんで、まあ、手軽に釣りを楽しんでいただけるかなと思います。ここにこんな風に輪っかがついてますとね、糸をの輪っかをここ引っ掛けてもう止めます。ここ必ず止めといてよ。止めないとこのままピューンってやると糸がピューンって飛んでっちゃうね。では早速ですが、結果発表いたします。挑戦としてまかまかグループ共通1万円分お食事券と、あとひまかじまさん島のりのセットを差し上げます。発表します。岩月大地賞は254g のアイナメを釣り上げた参加パス66番の方です。おめでとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。盛り上がりましたね、ひまかじま釣り大会。最初オープニングで結構心配してたんですけど、意外と子供たちもたくさんお魚釣れて、やっぱひまかじま海が豊かですね。お昼休憩は皆さんひまかじまのですねグルメを満喫していただいて、まあ、今日ひまかじまの魅力たくさん伝わったんじゃないかなと思います。冬もメバルシーズンなんで結構釣れると思いますし、で春から夏にかけてもいろいろ釣り物ありますんで、まあ、グルメと釣りとそして観光と、皆さんひまかじまに遊びに来てください。ぜひお待ちします。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。